どうも皆さんこんにちは。大変ご無沙汰いたしております。2月24日に PCR 検査を受けた結果、コロナの陽性になってしまいまして、当初はまあ38度の熱が出たんですけども、もう2日目からは熱もなく、もう体調は全く問題ございません。いろいろ心配をおかけしまして申し訳ありません。今日3月7日から復帰いたしております。どうぞご安心ください。毎日テレビを見るたびに心が痛みます。なんで罪のない人たちが殺されなくてはならないのか。ウクライナのロシアの侵攻は断じて許すことができません。日本も欧米諸国等と肩を並べて強い経済制裁に踏み切りましたが、日本政府の対応は評価すべきだと思います。この経済制裁が効果が出て、ロシア国内で反戦ムードが盛り上がり、プーチン大統領が軍隊を撤退する、まあ、そういう状況になればいいなと私は願っております。日本はこれからも欧米諸国等の国際社会と緊密に連携し、積極的にウクライナに支援を行っていくべきだと思います。そのことを私も声高に主張してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。